アルミニウム製銅製の装飾版500倍拡大で撮影したアルミニウム製銅アルミニウム製銅はアルミニウムと銅の合金アルミ金やニセ金もしくはアルミ銅とも呼ばれる製銅の本来の意味は鈴と銅の合金であり鈴を含まないこの合金を製銅と呼ぶのは厳密には誤りであるがこれは銅と鈴の合金というより 銅合金全般の意味合いから、精銅を用いたものであり、同様に、精銅の合を名称につけた合金には、マンガン精銅などがある。銅80から90%に、アルミニウム、鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、光沢のある黄金色をしている。引っ張り強さ、硬さが普通の精銅より大きく、軽量で腐食に強い。外見は真鍮にも似ているが、真鍮は、 ハンダ付けをしやすいのに対し、アルミニウム製銅は、ハンダ付けができないという、大きな違いがある。前述のように腐食や摩耗に強いため、化学工業用部品、船舶部品、機械部品などの用途で使用される。船のスクリューにされたり、色が似ていることから、金の代用品として装飾品などに用いられる。4ストローク機関のバルブガイドにもよく用いられている。 貨幣の素材として用いられたこともあり、戦前の日本では臨時補助貨幣として発行された10銭、5銭のアルミニウム青銅貨が流通していた。JIS では銅合金として扱われ、材料記号は頭文字 C で始まる4桁記号で表される。下記に例を示す。ありがとうございます。